五箇所案の範囲五箇所案は、三重県渡来郡南伊勢町にある案。多祖岬と止めの花が湾口をなし、湾西奥部に、町の中心集落の五箇所裏がある。その地形から風光の異名を持つ。現地の堤防には、伊勢の南玄関と表記されている。五箇所案の空中写真。 2015年12月13日撮影の74枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成島半島の一部であり典型的なリアス式海岸となっている。5カ所湾沿岸,岸部を含む南伊勢町は平地が極めて少ない。湾岸の外形は別名のカエデ号の 通り替えでの形に似ている。付近は伊勢島国立公園に指定されている。湾内には、葛島や七日島をはじめ、いくつかの島や岩礁が見られる。いずれも無人島である。沿岸の地区には、裏とつくものが多く、地域の人の間では、しばしば、裏を省略して故障される。湾港付近は、海食がけが発達し、 削られた土砂が沿岸流で運ばれ、小さなサシを形成する。この海色崖の高さは、伊豆半島に見られるような高いものではなく、小さな湾に釣り合う規模である。サシは、湾の内外に見られ、ラグーンを形成する。相ヶ浦の大池湾王には強い波は来ず、真珠養殖が行われている。五箇所湾の海苔養殖真珠やタイ。 はまち、青のりの養殖が盛んであるほか、カツオの遠洋漁業基地になっている港もある。以前は湾岸の各地区を結ぶ旅客船が就航していたが、現在は廃止され、南瀬町 A バスがその役割を引き継いでいる。ほぼ湾岸沿いに国道260号が走っている。湾岸区間は平地が少ないためトンネルやカーブが多い。 ありがとうございます。